今日は穏やかな春の陽気です。京佐水面追い風若干強まって今5、6メーターほどあります。気温は16度。ただいまから2つ目の準優勝戦第11レースを行います。この11レースはコース取りが鍵の一つとなっています。6号艇の藤田の動き、11レースの対戦メンバーは1号艇愛知の大竹飛鳥、2号艇徳島の岸恵子、3号艇静岡の松瀬ひろみ、4号艇長崎の池田志乃、5号艇香川の西村美智子、6号艇佐賀の藤田博人、以上6名の対戦です。6号艇の藤田、やはりコース取ってきまして、それに抵抗したのが2号艇の岸恵子、1、2、6と早くも船を向けました。1号艇の大竹飛鳥、イン1コースキープです。唐津1月オールレディース輸出しました。それに続いていきたいところです。しっかりといいレースをしています。そして2コースが2号艇の岸恵子、こちらも75機を動かしていいレースを披露しています。3コースが6号艇の藤田、積極的なコース取り。4コースに3号艇の松瀬ひろみ、34号機みるみるパワフルになりました。内から1623です。後方引っ張って4号艇の池田氏の角の5コース、キレキ以上に動いています。大外6コースは5号艇の西村美智子、ずっと伸びが目立っていましたが、本人的には出足がいいということです。進入体系はインコースから1番、6番、2番、3番1番、2番、6番、3番、そして4番、5番の並びです。スタートしました。1号艇、あとは4号艇、5号艇がインスタートです。さあ、1周1マークの攻防は1号艇の大滝が回る、4号艇の池田が握ってくる、そして懐は2号艇の岸が刺して、さらに5号艇の西村ですが、1号艇の大滝飛鳥が逃げています。スタートは先手正常でした。1号艇の大滝トップ、そして2番手まくった4号艇の池田、懐は2号艇、5号艇来ました。1周2マークはトップ1号艇の大滝、2番手5号艇の西村が先行先に行きましたが、2番と4番の差しは入ってくる。4号艇の池田氏のが2番手、ここは差し切っています。単独の2番手です。2停止遅れ、2号艇の岸、その両サイド6号艇5号艇です。レースは2周目に入っています。2周1マーク、トップは1号艇の大滝、続いて2番手争いはまだ続いていまして、2番6番の後に4号艇の池田が冷静にさばいてきました。4号艇の池田氏のが単独の2番手キープしています。3番手が2号艇の岸恵子、懐が6号艇の藤田博人、2番と6番の争いに5号艇の西村です。2周リマーク、上位の2艇、1号艇、4号艇とクリア。そして3番手ですが、6号艇の藤田が行きまして、3番手争いを振り切ってきました。地元6号艇の藤田博人、上位体系が146となっているレースは最終周回。まだあまり差がなく、5号艇の西村美智子、2号艇の岸恵子、最後方は3号艇の松瀬博美です。最後のバック1号艇の大竹飛鳥、しっかりとインから押し切りました。そして2番手争いさばいたのが4号艇の池田氏の、3番手が6号艇の藤田ですが、一定審査5号艇の西村が来ました。さあ、6番と5番は3番手争いになってきます。さらには2号艇です。ラストコーナー、1号艇の大竹、2番手4号艇の池田、3番手ですが5番と2番が6号艇の前を行きました。5号艇の西村が最後3番手、先頭は1番大竹ゴールイン、4番池田ゴールイン、5番ゴールイン、2番6番ゴールイン、ラスト3番ゴールインです。